こんにちは。最近浦山界隈では組織的チームによる転売ヤー組織エガリ隊により浦山で取れる天然物のエロ本が絶滅の危機に瀕していました。そんな現状に立ち上がった我ら東卍はエガリ隊相手に真っ向から戦うことになり、互いの一番乾いたエロ本をかけてトントン相撲でいざ勝負。心のエロ本湿ってるやついる？いねえよな。うわー。ですが梅雨明けのエロ本はびっちょびちょですぐ行ってしまいました。次回キリン野原で子猫救出ゲンです。はい、ということで今回は個人情報が筒抜きになる玄関先のシール、浮気症の男が無意識に好むファッション、人体に潜む多数の微生物、シビアすぎる睡眠の実態など、知らない方が幸せだった雑学をよそのご紹介していきたいと思います。ドアマーキング。皆さんは自宅の表札やドア周りに謎の記号が書かれていたり、貼った覚えがないシールが貼り付けられていた経験はありませんか？もし心当たりがあった場合、あなたは悪徳セールスや犯罪行為のターゲットとして狙われている可能性があります。というのも、それらの記号やシールはドアマーキングと呼ばれるもので、これは特定の訪問業者や空き巣たちが家主の情報を仲間たちに伝えるために残しているサインである可能性が高いからです。まあ以前地域の全世帯に婚姻届ポスティングしてた僕としては、相手選んでるうちは二流って感じです。ではここでドアマーキングの一例をご紹介しましょう。 MW、 これは性別を示す記号で、 M は男性、 W は女性、後ろに数字が書かれている場合は年齢を示しています。SF、S は一人暮らし、F は家族住まい、K、B、K は商品を買ってくれた客、B は対応が悪かったり、ブラックリストに載っている人物。丸、三角、×。丸は話を聞いてくれる客、三角はもう一押しで買ってくれそうな客、×は買う見込みが低い客、9-20など、2組の数字、9時出勤、20時帰宅など、家主が家にいる時間を示しており、その後ろに家にいる曜日を示すアルファベットや他のサインが書かれていることもあります。 TK、T は拓也、 K は和也。以上がよく見かけるドアマーキングの一例で、例えばドアに M20S09-20と書かれていた場合は、一人暮らしの20代の男性で、話を聞いてくれる、9時から20時は家にいないということになります。以上がドアマーキングの概要ですが、業者や目的によって様々なサインが存在しており、その数は100を超えるとも言われています。またマーキングの位置も玄関周りだけではなく、ガスメーターやポスト、室外機の底面など多岐にわたり、特に犯罪目的のマーキングの場合は見つかりづらい箇所にマークを残している場合が多いそうです。また僕も知らないうちに背中に大きく童貞って書かれてたんで、皆さんも要注意です。ブランドロゴと浮気率。文明が発達し、様々なものが安価かつ手軽に入手可能になった現代では、人々は物に対して機能性以上にブランド力を求めるようになってきました。これは僕が常に全裸でいることとも深い関係がありそうですけど、また衣類に関しては特にその傾向が強く、大きなブランドロゴが印刷されたシャツや靴、バッグなどをこれ見よがしに身につけた人々が大勢街中を歩いています。しかしアメリカのミシガン大学が行った研究によると、大きなブランドロゴが印刷されたアイテムを身につけた男性は浮気率が高いという衝撃的な事実が明らかになっています。また全裸界隈でも最近ハイブランド乳首トントン製ニップレスが流行ってますが、装着してるやつ大体反射。そしてそういった服を着用する人物の心理は、複数の異性の気を引きたい、自分が富を持っていることを誇示したい、社会的地位を確立したい、全裸で出歩く勇気のない臆病者 by 日本全裸協会一同という状態にあるらしく、承認欲求を満たすために散財を重ねてしまうタイプとのこと。また大学は学生376名を対象に、大きいロゴのシャツを着た人物と小さいロゴのシャツを着た人物に対し、それぞれどういった印象を抱くかという調査も行ったのですが、その結果、大きいロゴのシャツを着た人物に対しては、自分に気を引きたがる感じ、長期的な交際に興味がなさそう、声がでかそうだし全裸にもなれないアホー by 全裸協会などの否定的なイメージを抱く人が多く、一方で小さいロゴのシャツを着た人物に対しては、家庭的、子供の世話が得意そう、うるせえ脱
ゴー、ドン、バイ全裸協会の S、 天意無法の極み、越前田龍馬などのいいイメージを抱く人が多いことが判明しました。以上を踏まえて、あなたがもしモテたいと思うなら、いかに好きなブランドであろうと主張を抑えたさりげない着こなしを目指した方がいいかもしれません。人体に潜む微生物。ドイツ出身の小説家ヘルマン・ヘッセが残した名言の中に、人生とは孤独であることだ、みんな一人ぼっちだという言葉があり、実際どんな人間であっても孤独を感じる瞬間はあるものです。まあ僕も同級生のグループ LINE に、卒業しても俺たち一生一緒だよなって送ったあの日から10年後、29人全員グループ退出してます。ですが実は人間は常に多数の生物と一蓮托生の関係にあることをご存知でしょうか。というのも人間の体には膨大な数の生物が住み着いているのです。そこでここからは人体に潜む生物の一例をご紹介していきましょう。顔ダニ。顔ダニはその名の通り、人間の顔に住む大きさ 0.2 から 0.4 ミリ程度のダニで、一つの毛穴に5、6匹程度が潜み、一人当たり数百万匹の顔ダニを保有しているそうです。また僕もこの間海に遊びに行ってからというもの、肩に毛ガニが寄生してるので多分そんな感じです。これだけ聞くと非常に気持ち悪く感じてしまいますが、実は顔ダニは人間に一切の害を加えないばかりか、顔についた余分な皮脂や角質を食べてお肌のケアをしてくれるため、どちらかといえば人間の味方とも言えるのです。そんな顔ダニに、いつもありがとねって言ったら、顔ダニ界隈ではキリンの皮脂は昔のマーガリンくらい有害と言われています、だからごめん帰るねという置き手紙だけ残されていました。ですが顔ダニは非常に繁殖力が高いため、睡眠不足や偏った食事、過度なストレスによって皮脂のバランスが乱れてしまうと、瞬く間にその数を増やし、その死骸や糞で毛穴を汚してしまいます。そしてそれらは肌荒れやかゆみ、ニキビなどを引き起こす原因になってしまうため、美肌を保つには節制した生活を心がけ、顔ダニとうまく共存していく必要があります。腸内細菌。健康番組やヨーグルトの CM などでよく耳にする腸内細菌ですが、人間の腸内には約500から1000種類以上、延べ1000兆もの腸内細菌が住み着いており、体重のうちの 1.5 キロは腸内細菌の重量だと言われています。また 1.5 キロはだいたい成人男性の金の玉178個分といえばイメージしやすいかと思います。そしてこれらの菌は腸内に入ってくる消化物を餌としているのですが、菌ごとに好きな成分が決まっており、様々な菌が連携し合って食べ物の分解や吸収を行っています。また人によって腸内細菌の比率は異なるのですが、その比率によって太りやすい、痩せやすいなどの体質の変化が生じている可能性が高いそうです。また現在腸内細菌に関する研究は発展途上にあり、まだまだ不明な部分が多いのですが、これらが解明された暁には食生活をコントロールすることで後天的に痩せやすい体を手に入れられる時代が来るかもしれません。シビアすぎる睡眠の実態。睡眠は我々が健康に生きていくために最も重要な要素の一つで、その重要性から睡眠をテーマにしたテレビ番組や雑誌の特集などを見かける機会は普段から多くあります。ですがその番組や記事によって適切な睡眠時間や睡眠の質を上げる方法などが異なっているため、結局どうするのがベストなのと混乱してしまいがちで、睡眠のコントロールも難しいですよね。なので僕もたまに寝不足になった時、お医者さんに行くと手動で心臓を貫いて永眠させてくれるので非常に助かってます。そこで今回は我々が取るべき睡眠の正解とシビアすぎる睡眠の実態を皆さんにご紹介していきたいと思います。まずヨーロッパの心臓病学会が行った研究によると、人間に最も適した睡眠時間は7時間から8時間の間という結果が出ています。そして睡眠時間が6時間未満になると、ストレスの増大、免疫の弱化、集中力の欠如、記憶力の低下などすぐに影響が出てしまうデメリットに加え、心臓病や脳卒中のリスクが 11% 上がる、認知症の原因となるタンパク質の蓄積が数倍増加するなど、重大な疾患を引き起こす可能性を大幅に高めてしまうのだそうです。まあ我々テクノブレイカー的にはタンパク質は貴重なタンパク源なので願ったり叶ったりです。
また寝すぎも寝不足と同様に様々なデメリットをもたらし、日常的に8時間を超える睡眠をとった場合、心臓病や脳卒中のリスクが 33% 上がる、糖尿病、不整脈、癌のリスクが高まる、神経の機能障害を引き起こすなどのデメリットがあるそうです。そして最後に、2021年現在最も有効と言われている睡眠の正解をお伝えしたいと思います。こちらは詳細まで説明すると時間がかかってしまうので、あえて結論だけお伝えしますが、室温は17度程度に下げ、夜20時から23時の間に布団に入り、7、8時間程度の睡眠をとる、これが現代の科挙で導き出されている睡眠の正解とのことで、これを実践することで肌が若返る、記憶力が向上する、運動機能が向上する、ウイルスの感染リスクが低下する、性機能が向上する、性機能が向上するなど、数え切れないほど多くの恩恵を受けることができると言われています。またこの情報に感銘を受けた僕のおじいちゃんが、教え通りしっかり寝た上で Twitter で自撮り写真使ってパパ活してましたが、どう見てもイエーってリップ着て泣いたとか。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て22時には寝なければならないので仕事なんてしてられない健康ニートは、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にもいろいろやってるんで概要欄のチェックもよろしくです。終わり。